はい、あきらです。今鈴鹿まで27キロ。また雑談ですけども、まあ最近っていうかちょっと前のニュースで、和服っていうかね、お坊さんの衣装を着た運転してて、なんか運転にふさわしくない服装だってことで切符を切られたっていうニュースがありましたね。で、違反を取られた人は、反則金を拒否して裁判にするとか言ってるみたいなんですね。でも運転の服装についてはね、その都道府県の条例でなんか決まってるみたいなんだけども、割とざっくりした規制しかないかなとは思うんですけども、あらら、なんかすごいな、雪が。で、多分ね、裁判になる前に、検察に呼び出されて、いろいろ事情を聞かれると思うんですよね。で、取れる手としては、その場で、全然運転に支障はないんで、その切符は不当ですよと、裁判になっても無罪は争いますっていうふうに言えばね、検察としては裁判にせざるを得ないで、そのための証拠調べだとかをね、しなきゃいけなくなるんですよ。で、それを一生懸命やっても結局裁判で無罪になる可能性があるって検察の人が判断すれば、不起訴で処分なしになるんですね。だから今回もその警察や検察がね、運転に支障がありそうだっていうだけじゃ、有罪にできないんで、それなりの証拠なりね、実験結果とか、学術的なちゃんとしたデータで立証するとかね、しない限り有罪にできないんじゃないかなと思いますけどね。だから、なんかネットの記事を見ると、こんな裁判で白くつけちゃうとやばいんじゃないかとかっていう人もいるんですけども、逆に裁判できるんだったらその方がいいですよね。何が危険で何が危険じゃないかっていうのをちゃんと裁判の場で明らかにすべきですよね。だけど実際は違反にするんであれば、本当になんか運転が間違って突っ込みそうになったとかね、人を跳ねたとか、どっか突っ込んだとかっていう、そういう事実があって、そういう着物が原因だっていうんであれば、別に切符切るのを有罪にできるんでしょうけども、どうもニュースを見てると、ただなんか危なそうだからっていうだけでみたいなんですね。それだとおそらく不起訴で刑事処分なしだと思いますけども、でも検察とか警察が意地にそんなことで意地になって証拠調べしてやるかどうかですよね。ちなみに検察の段階ではね、法律でこうなってるから、お前裁判やっても絶対有罪になるからやるだけ無駄だとかっていうふうに脅されて認めて、今略式で罰金払えばもう裁判にならないよとかっていうふうに脅されるんですね、普通は。知ってる人だったら、バカ野郎、そんなの裁判を受けるのは権利なんだから受けさせろっていうふうに逆に脅しちゃえばいいんですよね。そうするとね、検察はね、非常に面倒くさいんですよね。交通違反みたいに機械で測った結果とかがあれば、別にそれを盾にして裁判官も有罪にしやすいんでしょうけども、
単なるその危険そうだっていうのであればね、逆に困っちゃいますよね、裁判官も。で、無罪を主張する方は別にそれで運転して全然主張なく運転できますよっていうのを主張しちゃえばいいんですから。でおそらくね、そういう法律って昔のマニュアル車とかハンドルもパワーステじゃなくてね、重ステであのぐるぐる何回転もしなきゃいけないとかね、そういう車だったらね、あのそれが絡まって危ないとかね、いうのがあるんでしょう、あんまあったんじゃないかなとか。シフトレバーもね、あのおそらくコラムシフトでこんなガチャガチャやると、それがまたシフターに絡まってたりとかっていうのがありそうだからっていうことで、いや、あのそういう法律ができた、法律っていうか、なんか条例でやめろっていうようなことになったんじゃないかなっていう気はするんだけどね。今の車はペダルも2ペダルだしね、クラッチペダルを何回も踏むようなこともないからね、まあそんなのもあって、あの危険性を立証する方もほとんど不可能だと思いますけどね。あ、なんかすっかりまた雪がなんか本格的になってきちゃったな。なんか上の方生えてんだけどね、なんか妙に明るくて生えてきちゃってるんだけども、あっちの方生えてるのかな。まあ実際裁判になればになる可能性はね、私の感覚だけども、もうほとんど 99% 不起訴じゃないかなっていう気はしてるけどね、うん。はい、これを取った後ですね、家に帰ってニュースを見てたら、この切符を切った福井県警がですね、送検を諦めたと、違反事実が確認できないということで、まあ要は切符を握りつぶすそうですっていう、まあ、ニュースが出てました。さすがにね、やっぱりこれだけ話題になって有罪にできないんじゃ、メンツが丸つぶれっていうことで、まあ立証を諦めたってことですね。いや、まあちょっとここは警察が間抜けだったっていうしかないですね。はい、今日は以上です。